イコンを使いこなしている。見事だ。生きていたのか。あの機体はまさか。今さらなぜあなたが。バナージェ。ユニコーンに安心乗る。リリー少尉、大丈夫なんですか。俺は彼女のマリーダ・クルスの声を確かに聞いた。それまで名前も知らなかった彼女の声を。あれ、この優しい感じ何。マリーダ中尉。彼女の思念がサイコフレームを通してこの中域に拡散しているのだ。これがニュータイプの感動。分かり合えるんだ。そういう可能性も人にはあるんだ。アマダ少尉も生き味方が分かり合うことができるって。守るというものだ。俺は守る相手を信じていなかった。みんなを失望させて何もかもなくしてしまった。少尉さん、その可能性を持つ獣がユニコーン、そしてバンシーだよ。一角獣が覚醒し黒き獅子の帰還も果たされた今。ああ、バナージュはやってみせた。そしてマリーダも。俺だって乗りこなしてみせるさ。行くぞ小隊長、バナージュを助ける。フッ、スティックだ。もうやめろ。その時に遅い。バンガ、これ止めろ。当たれ。ちょっと当たらないのか。直撃させる。リディさん、この光は俺たちだけが生み出しているものじゃない。あなたにだって伝わっているんでしょ。みんなの熱が、この光が。人の中から発した光、この温かさを持ったものが虚しいな。あれ、ユニコーンガンダムどうなってるの。 RX ゼロは人の心に反応するシステムを持ってる。彼女の思念がそれを呼び起こしたのよ。マリーダ中尉を少し侮りすぎていたようだな。マリーダさん、危険な力を済ませてもらう。これは終わらせてしまった。こんなことは。どうということはない。両足を抱え。足が取れると確かにジオングっぽい。あれはシュプリームブースターだよ。それで機動力を下げられるといいんだけど。ネオジオングにとってブースターなど飾りに過ぎ。これから人の総意の器たるこの私が君たちを粛清させてもらう。器だなんて、たとえ作り物であっても人はそんなものになれませんよ。その仮面の下にあるものを吐き出せ。あれはどういうことだ。両腕を破壊したと思ったら背中にもまだ4本腕がついてるの。まだまだ戦いはこれからだよ。フロンタ、一体何を。このハルユニットには強烈な武装がまだ隠されてる。油断しないで。大丈夫、力を合わせれば乗り切れます。まだ向かってくるか。人の総意たるこの私に。フロンタル大佐の言う総意って。宇宙移民者、そしてシャア総帥のという意味合いが強いだろう。人の思念を集約するサイコフレームによって。私個人ではなく人という総意が語るのだ。エネルギー波に触れないようにして。戦力を奪うという意志により
兵装が使えなくなるぞ。ホストガンダムみたいになってるけど、あれはサイコシャーボ発生機。サイコフレームの共鳴現象を使ったサイコミ兵器。ナノサイズのコンピュータチップを散布し、人の意志を具現化するサイコフィールドを作り出す。まさかアクシズショックを起こした光。もうこれ以上撃つんじゃない。こんなものに使うのか。戦いは敬意ではない結果だよ。マーセナス勝利。誰もそんな結果は求めちゃいない。可能性があればそれでいいんだ。人の持つ可能性を俺は信じたい。そうか、これは可能性を信じることと完全に否定することの戦いなのね。そいつを呪いにしちまうか、可能性にできるか、それは君が言う可能性というやつは争いを引き起こす毒になることもあると自覚した方がいい。それでも逃れないように落ちろ。これがどうだ。まだだ。当たれ。そこだ。そこ。行け。そう、行け。ハング。ち。立てな。や。そこ。ハング。逃れられない。問題ない。邪魔だ。受けるがいい。当たれ。奇跡もまた繰り返す。そして何も変わらない。見ろ、バナージ君。